どうも、バタでーす。この動画は、ちょっとさ、今年買ってきたやつを、今日中に、全部レビューしたいので、ちょっとさ、小さいものだけは、これ、ミニ動画として、やっていきたいと思います。まあ、この動画は、バタの、ミニ動画です。イエーイ。まあ早速レビューするものはこれです。キュートランスフォーマーのダイハツコペンバンブルのレビューをしていきたいと思います。まあこんな風だけどもね、まあ、こっちに一昨年の30周年の、マークがあります。後ろはこんな風。まあ、ゲームアプリの紹介があったりさ、ね。そんじゃあ、早速開けていきます。ちょっとカッターで、パッと。ちょっと今日は顔出しは、ありません。ほんでね。あ、これやべえ、ここが。やっちまったな。はい。こんな風に出せば。はい、開封完了です。いつものこれ、福袋のプレゼントが入っています。これが説明書ね。いや、これが変形の仕方の説明書。下には、旧トランスフォーマーコンボイの謎のゲーム特典コードが、あります。まあちょっとな、やべ、ちょっと見せちゃったな。まあこんな風に高富とか書いてますもんでね。これ旧トランスフォーマーなんですけども、この見覚えのあるこの形は知ってますか？これ見覚えがある人はちょっとピンとくるけども、これ実はというと、チョロ Q の形をしてさ、トランスフォーマーと、コラボした商品らしいんです。まあ、旧トランスフォーマーもアニメもあります。旧トランスフォーマーって言うと、ギャグとか、がさ、の笑いとか、いろんなのが、バラエティにあるトランスフォーマーのアニメです。まあ僕も見てないけども、こんな風です。ね。早速、ロボットモードへ変形させていただきます。まずは、でも最初は、ドゥ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 ってやるけども、まあちょっとミニ動画にしたいもんでね。こんな風に。まずはこれが手になって、まあ腕になるな。こんな風に腕が出ています。まずこんな、ここが足になって、これが顔を出せば、完成！バンブルです。イエーイ！で、これ、
のロボ、旧トランスフォーマーでもバンブラかわいいね。ちょっと言うと後ろはこんな風で、こんな風に腕が動いたり、あ、こんな風に腕が動きますね。まあ足もこん、あのボールジョイントで動きます。こんな風に、まあこれタイヤが回せるもんで、まあこの走行ができます。まあいい、かわいいねこれというわけで、今日のバタの動画のあのミニ動画はいかがだったでしょうか。ちょっとさ、今年買ってきたやつを今日中に全部レビューしたいもんで、で、こんな風にでも出しました。こんな形で出しました。もしよければチャンネル登録や高評価、あと、コメントなどお願いします。まあちょっと短い動画になるけども、ちょっと小さいもんはこんなミニ動画にしてさ、ちょっと大きいもんは、本動画にしたいと思います。まあ普通の動画だけども。まあね、まあこんな風ですけどね。以上で、バドの動画を終わります。まあ、ちょっとさ、滑舌悪くてすいませんね、皆さん。初めて見る人のとのために。ちょっとすいませんね。じゃあ次の動画でお会いしましょう。バドでした。バイバーイ。またねー。